その通り。何か問題があれば遠慮なく言って。それはただの初歩段階のプランさ。具体的なアイデアが浮かばないから、一緒に考えてほしいんだ。まさか僕を見捨てたりしないよね。体は自由だけど、モラルに縛られて不自由なのは間違いないね。実はうちでささやかなパーティーを開いて、息抜きがてらみんなでおしゃべりでもしないかって党に提案されたんだけど、あいつは返事も聞かずに先走って、僕がホームパーティーをするっておばさんに伝えたんだ。そう、常にスケジュールがぎっしり詰まっているあの丹麗さ。彼女に直接日程を聞かれて、二人が勝手に話を進めていたことを知ったよ。その後、せっかくの機会だから友人も呼ぼうって言われてさ。おかしいと気づいた時には、三人の集まりだと思っていたものが大人数のパーティーに変わっていたんだ。まあしばらく会っていないし、せっかくみんなが時間を取れるならちょっと集まるのも悪くないと思ったんだ。でもやっぱりおかしい気がしてきた。このパーティーの企画って僕が引き受けないといけないのかな。ただのオンライン相談だよ。でも結局提案されたプランも的外れなものだった。自分でやった方がまだマシだね。党は無断で僕の主催だって言いふらしているし、盛り上がらなかったら僕が恥をかくことになるじゃないか。だからこうして君を誘って一緒にパーティーを企画する楽しさを分かち合おうとしているんだけど。あまり時間がないから早速準備を始めようか。せっかく来たんだし、君だって僕が全部を台無しにするのは見たくないでしょ。僕が伝えたのは、格調高いけど温かみは失わず、洗練された美しさがありながら真心がこもったものというごく簡単なオーダーさ。これは明らかに向こうの問題だよ。君の言う通りだ。じゃあこの悪い例はもう忘れて、自分たちの案を考えようか。パーティーを？アレンジしてくれてありがとう。それなら実現できそうな気がするよ。確かに。決めた。みんなを招いて一緒に海を見ることにしよう。ものすごい速さで顔色が変わったね。実はさっきの君の提案を聞いて、新しいアイデアを思いついたんだ。今回はきっと大丈夫。次のステップは買い物だね。ちょうどいい場所を知っているんだ。君も興味を持つはずだよ。一緒に来ればわかるんじゃない？
あれ？知らなかったのかい？これからこのパーティーの主催者は君だ。僕はただの駒使いさ。こんにちは、お嬢さん。シェーカーのせいって響きがいまいちだし、僕の雰囲気には合わないね。ただ縁がある人の願いを叶えるという点は確かに僕に合っている。それで君の願いは？残念、一歩遅かったね。僕がこのシェーカーで作ったお酒を飲みたいという願いしか叶えてあげられない。じゃなかったら僕が今日ここに何を買いに来たと思うんだい？どう？ここにあるのは僕がこの店で一番気に入っている商品なんだ。何？その悪そうな笑顔は。僕が好きなわけじゃない。みんなの好みに合わせようって言い出したのは君だろ。そうだ、面白いゲームを思いついた。パーティーの時、僕たちのどちらかがカクテルを作って、どっちが作ったかみんなに当ててもらうっていうのはどう？だからこそさ。なかなかいいでしょ。これらのランプは全部オーナーの手作りなんだ。彼曰くここはガラスの宮殿という名前らしいんだけど、本当は…あれ、どこに行った？どこに行ったかと思ったら他の魚に釣られていたのか。まあまあかな。君は魚に関するものにとても興味があるみたいだね。知らなかったよ。僕は別の説を聞いたことがある。特別な思いを寄せる相手がいると、何を見てもその人に関することを連想するらしい。君はどう？無機質なガラスの魚たちに告白でもしているのかい？はいはい、君の愛の深さはよくわかったよ。でもこういうランプは僕たちのパーティーにはあまり合わない。こっちに来て。僕はこれがいいと思う。シンプルで温かみのある雰囲気を作れる。建物全体に飾るつもりはないよ。リビングの空いたスペースの床を囲むだけでいい。雰囲気というのは気ままに作り出せるものさ。
思った通りぴったりだ。気に入ったならこれを着てパーティーに参加するかい？それもそうだね。どうしたの？このドレスなら僕には似合わないと思うけど。身に余る光栄でございます、お嬢様。僕がパーティーに興味がないことは知っているでしょ。今回はあくまで例外だよ。次の例外がいつになるかはわからない。どうしてもやりたいなら付き合ってあげないこともないけど、それは例外中の例外だから。参加していいのは君と僕だけだ。さすが優秀なハンターさん、その驚異的な肺活量感心するよ。そんなにせかさなくても今やろうとしていたところさ。言うタイミングがなかったんだ。取ってこようと思った時には君はもう自分で膨らませていたから。パーティーが始まった途端に力尽きたくなかったら今のうちに休んでおきなよ。残りは僕がやるから。この数日間お疲れ様。よく眠っているね。どれどれ。残念だったな。次こそ君があのドレスを着た姿を見ないと。何でもないよ。安心しておやすみ。局地的な大雪により一部の道路は通行止めとなり。そう、もっとため息はつくんだ。寒さに対抗するには君が吐く二酸化炭素が必要だからね。僕の家が牢屋か何かみたいな言い方だね。さあ、元気を出して。楽しみにしていたことがなくなったのは辛いけど、この雪がいつまで続くかもわからない。いつまでもくよくよしていたら、せっかくの休みまで無駄になってしまうよ。
楽しみにしていないなんて言ったっけ？僕はただそこまでひどい状況じゃないと思っているだけさ。誰もいなかったらパーティーはできないけど、ここには二人いるじゃないか。そんなに惜しいなら予定通りやろう。パーティーはすぐに始まるよ。たった一人のゲストさんは参加するかい？それよりまずは君が僕の手を離したら？確かに。じゃあデートということにしよう。大雪に閉じ込められた僕たちの小さなカーニバルに。どうせ僕たちしかいないんだから、どう言おうと誰も気にしないさ。それとも君には他にいい案があるのかい？じゃあ今の僕がさっきよりもっと楽しくなっているのはわかる？ぼんやり見つめているのは真剣に考えているから？それとも酔ったから？このイチゴのケーキと合わせるためだったという可能性もあるんじゃない？それとも君の思う僕は全てを見通せる超人なのかな？この大雪すらも予知して事前に準備できるような。お酒は一旦ここまでにしよう。パーティーゲームをたくさん用意したんじゃなかったっけ？やらないの？ちなみに誰とダンスを練習したのか教えてくれる？今度練習相手が必要な時は息の合うパートナーを選んだ方がいい。君の想像通りのダンスパーティーになったかい？僕は想像通りだけどね。でもお酒を飲んだ直後にダンスをして気持ち悪くならなかった？何がいい？甘い系？さっぱり系？ソーダもあるよ。お客様、お酒を飲んでも喉は潤いませんよ。酔いが回るのが早くなるだけです。はあ、お客様がお望みなら力を尽くしましょう。少々お待ちください。フルーツジュースのソーダ割りになります。利点は喉が潤って酔わないこと、欠点はアルコールを含まないことです。
申し訳ございません。当店のバーテンダーは気まぐれでして。お口に合うといいのですが。ではどのような賠償をお望みですか？いいよ。じゃあお詫びのプレゼントとして僕をあげる。ねえ、開けてもいないのに断るなんてもったいないんじゃない？へえ、君はもう僕を知り尽くしているんだ。パンドラの箱の中身は開けられるまでわからないものだ。誰にもね。君がこのプレゼントを受け取ろうとしないのは怖いから？はぐれた子がいたのか。君は急に突拍子もないことをするから油断できない。僕も花もそんな手荒に扱うものじゃない。もっと優しくしてくれるかな。まあいいや、後でメンテナンスマニュアルをあげるよ。怪我？僕はそんなにやわじゃない。君にあげるんだから傷一つない最高の状態を保たないとね。まだ不安？それならどんな検査でも協力するよ。じっと見て検品でもしているの？心配しないで、開けたら返品はできないけど永久保証付きだ。ネットで話題の古い脱出法さ、知らない？ちょうどいい。もう一ついいものをあげよう。そろそろ決まった？僕が欲しいかどうか。ふと気になってね。
さっきのが君の本心なのか、それとも芝居なのか。そのまさかだけど。だったら正直に言ってほしい。君は僕のそばにいるのが楽しくて、僕が君を幸せにしているんだって。